目標距離 100m のターゲット、セレクターフルによる指切り転写で、何一気に打ち尽くしてるのよ。しかも一発も当たってないじゃない。なぜ引き金を引いたままにしたのだ。指切り転写の方法は習ったろう。連発で打ち尽くすのは素人の極みだぞ。白金、何をしている。指切り転写の指示が聞こえなかったのか。フルオートなど戦場では弾幕以外の効果はないと教えたはずだ。その理由は？そうだ、無駄に弾を撃つだけなら子供でもできる。気をつけろ。もう前弾発射なんて新兵じみたことはしないでよね。目標距離 100m のターゲット、セレクターフルによる指切り転写。教えるのは一度だけだよ。物覚えだけはいいみたいだからね。あら、褒めたのに。照準の仕方知ってるよね。そう、だから当然調整はしっかり行っておく必要があるんだよ。レティクルそのものがずれてるといくら照準を合わせても意味ないからね。うん、じゃあ次は構え方、ちょっと構えてみて。うん、まあアセルトライフルを構える基本はどれもそれほど変わらないからそれでいいんだけど、左手はもう少し手前の方がいいかな。右手はグリップをちゃんと握って、あ、まだ引き金に指をかけちゃダメ。銃全体を体に引きつけるようにして。そうそう、どう、左手苦しい？ならそれでいいよ。白金くんは体大きいからね。でも肘は極力体のそばに近づけて脇を締めなきゃダメだよ。あんまり前を持ちすぎると肘と脇が甘くなるから、フォアグリップの握りの甘さが銃口のブレる原因になるんだよ。うん、あとは反動に慣れるだけだね。そうすればほぼ確実なサイティングができるよ。そうそう、銃振り回さないでよ、危ないでしょ。スピードをつけるのはいいことだよ。打つときは、あ、そうそう、打つときは素早くやらなきゃダメだよ。調子に乗らないで。じゃあやってもらいましょうか。様になってるじゃない。できて当然でしょ。それじゃあそのままあそこの的に向かって撃ってみて。うん、完璧。確かに、ちゃんと教えればできるのね。一応的にも当たってるね。今日初めて撃ったんでしょ。すごいすごい。まあそんなもんでしょ。もっと素早く、そして精度は高く、それを目指してね。あのね、白金くん、点数競技じゃないから的には当たればいいんだよ。だからとにかく素早くなの。
そう、狙いをどんなに定めたって敵が逃げたらもう終わりなんだから。そういうこと。とはいえそう簡単に次があるとは思わないでね。一回一回を大事にして。ちなみにね、ライフル弾は距離が離れるとそれだけ上にそれるからね。だから初めから少し下を狙うといいんだよ。当てることが第一目的ならお腹を狙えば絶対どこかに当たるから問題ないよ。とにかく相手のどこかに当たればまずはいいわけだから。でもその辺の感覚は実際に体で覚えるしかないよね。そうね、なんだかんだ言って物を言うのは経験よ。才能もあるに越したことはないな。あ、みつるぎさん。タマセ、そなたの狙撃を見せてやったらどうだ。そうね、いいお手本がここにいるんだからそれがいいわ。少なくとも200や300メートルは狙撃と呼ぶには短すぎる距離だな。実際アヤミネもあそこで200メートル先の的を狙っている。そうね、だったら500メートルはどう？やってみようか。タマセ直々の手本だからな、そのぐらいが良いのかもしれん。的はあれだ。そうだ、じゃあ始めるね。あそこまでの遠距離だとより銃を固定するためにブローンで構えた方がいいね。地面に伏せて撃つことだ。この時ただ伏せるよりは右の膝を曲げるイギリス式のプローンをした方が楽なんだよ。この方が呼吸が楽なんだよ。左足がストッパーになるおかげで体も固定できるし、何より次の動作に移るのが楽だから。それじゃあ行くね。アサルトライフルの装甲系弾は弾頭部が軽すぎてな。200メートルも離れると風や木の葉に当たっただけで弾道が変わってしまう。それが距離が離れると弾が逸れる原因よ。完全無風という条件下でもこのライフルでは300メートルが限界だ。無理なら手本にならん。理論より経験がものを言うということをより実感できるぞ。これを。そうだとすると少なくともタマセの数倍は努力せねばならんな。タマセは才能に恵まれているのだ。そのタマセだって努力してこうなったのよ。榊さん。タマセはね、昔すごい上がり症だったらしいわ。それを努力で克服したのよ。私でもできたんですから、白金くんも大丈夫ですよ。よし、解散。お腹空いたね。一番運動量の少ない人が何か言ってるわ。委員長って言うな。でも榊さん、委員長さんみたいだね。まあ分隊長だからな。まったく、撤収は私たちでやるから先に行ってなさい。白金が一緒だと遅くなるだけだからね。
怪我ないかな、大丈夫かな。あれ、ダメだったかな。オマ？そんな名前の生き物は聞いたことないな。あ、教官のところに行くんだった。え、何？どうしたの？白金、私がわかる？よかった、記憶の混濁はないようだな。覚えてないの？いきなり脱がそうとするんだもん、本気でやっちゃったよ。鎧を知っているのか？この人ね、僕を見て気色悪いとか、さっきから失礼なことばっかり言うよ。鎧さんが女なのは当たり前だよ。白金くん、やっぱり寝てた方がいいんじゃない？鎧、こんな紹介でなんだが、この者が新しく加わった仲間で、白金タケルという。あ、君がそうなんだ。僕はね、僕は鎧ミコトって言います。よろしく。前に言ったと思うけど、彼女が怪我で隊を外れていた鎧よ。君は変だね。さっきまでは驚いてたくせに、今度は僕のこと見つめるの？もしもし。まあいいや、僕のことはミコトでいいよ。その代わり君はタケルね。入院生活は退屈で退屈で死にそうだったよ。あ、でもみんなお見舞いありがとうね。あ、そうだ、僕教官のところに行かなくちゃいけなかったんだ。早くしないと食事も間に合わない。じゃあまた後でね、タケル。白金、いくらなんでも男だろうは失礼じゃない？今さら男女にこだわるわけではないが、口にすることもあるまいに。鎧さんかわいそうだよ。聞いてなかったみたいだけどね。まだ言ってる。本来なら強制わいせつ罪で連帯内処分よ。医務室に運ぶか。白金くん大丈夫？ほっとけば。まあいいわ、私たちまで時間がなくなるわよ。白金、我々は先に行っているぞ。あんまり遅れると食べる時間なくなるよ。今日は焼きそば。
れ今の何？面白い声だったね。うん、食料ね、探してたんだ。君のおかげでね。静脈も異常なし、血流は保たれてる。タケル、どうしちゃったの？あ、そうだ、だからタケル、君のせいでね。あ、タケル！日本語知っています。あら、白金じゃない。何か用？いいわよ。部屋、行きましょうか。今日は何？そっちから来るなんて面白いわね。誰？ああ、あの子。それが？何言ってるの？
こで二人とも同じ名前なわけ？知らないわね。けどもしもいたとしたら親の精神疑うわ。子供に同じ名前つけてどうするの？区別しにくいだけじゃない。だいたいそんなこと知ってどうするの？あっそ。だってだからどうしたの？そのようね。スミカ、あなたマリモにもその子の所在聞いたでしょ？調べておいてあげたわよ、鏡スミカ。ええ、マジ。鏡スミカという人物は存在しないわね。あなたがマリモに言った鏡スミカの外見的特徴、両親の名前、出生地、そのいずれにも合致する人間は一人もいなかった。あなたの言う鏡すみかなる人物はいないの。戸籍上も存在しない。どうしてもこうしてもそれがこっちの世界ってことでしょ。だから誰に聞いたってわかるわけがないわ。あんまり聞いて回ってると変な噂が立つからやめときなさい。例えば女を忘れられない軟弱者とかね。私、あなたにそういう噂が立つと私としてもあんまり嬉しくないしね。綺麗さっぱり諦めなさい。落ち込むことでもないでしょう。あなたの言う認めたくない最悪な世界にその知り合いがいなくてよかったじゃない。あなたの知り合いが全員いなくちゃならない理由なんてないんだもの。こっちはこっち。それだけ？隣？どうして？興味があるだけよ。何か変わったことはあった？どうなの？それだけ？そう、私の娘よ。かわいいでしょ？名前は八代かすみ。そういえばそうね。今頃気づいたの？あなた一体私を何歳だと思ってるわけ？ちなみに白金は、あの子に見覚えは？ならいいわ。なら面白いと思っただけ。あなたの世界に彼女がいるのかと思ってね。それだけよ。ちなみに別に入っちゃダメってことはないわ。それだけのレベルがあなたには与えられているから。彼女と仲良くしてあげてね。それじゃ来たついでに私の質問にも答えなさい。向こうの世界の私について。何よ。どうして？何よ黙って。いいから教えなさい。マリモのこともいろいろ知りたいわね。